二次元は空間の次元が2であること。次元が2である空間を二次元空間と呼ぶ。なお、ここで言う空間とは、物理空間に限らず、数学的な一般の意味での空間であり、様々なものがある。身近な二次元には、次のようなものがある。二次元には、次のような特徴がある。典型的な二次元キャラマンアニメのキャラクターなどについては、一部で、 二次元という言い方が多用されている。これはキャラクターが主に平面の絵、画像で描写されているからである。ただキャラクターによってはフィギュアやコスプレなど立体での表現をされることも少なくない。このような点を含みつつも現代の日本語において二次元という言葉は架空を表す比喩としてしばしば用いられている。またこの文脈においてアイドル、 歴史上の人物など実在のキャラクターはそれが映像、漫画など平面上で表現される場合であっても3次元と呼ばれこれが2次元の対義語とされている。ちなみに近年では 3D 空間におけるキャラクターの表現にトゥーンレンダリングが登場している。ありがとうございます。